こんにちは、土岡です。今回はステージエキストラ27、コバルオンをやっていきたいと思います。お任せで選ばれるのはガブリアス、バシャーモ、ルカリオですね。ここはちょっとルカリオでまず行ってみようかな。情報によるとね、お邪魔が非常に厳しいみたいなんで、ルカリオで縦一掃できるといいんじゃないかなということで行ってみましょう。もちろんね、ノーアイテムで行きます。1分30秒だから、おお。バリアか。まずはバリア消しを優先して考えましょう。おっと、確かに厳しい。よし、ちょっと、あーでも気持ちいいね。どうなってる、ルカリオ、揃えて綺麗にして、ルカリオ綺麗にして、ルカリオ、いけ、頑張れ、倒せるはず。あー惜しい、結構惜しいね。いいかもしれない、これは倒せそうだぞ。頑張ります。集中しろ。あーまずい。よし倒した。6秒残し。いいね、冴えてるよ。なんか気持ちいい、やってて面白い。さあポケモンゲットタイム。6秒残れば結構残るはず。 7% 頼みます、お願いします。ピュさあ来い。 14% 十分あるよ。あー残念、スパボリセット使っていきます。さあ行きましょう。集中しろ。うわーきついな。やっぱ連続しないとダメだコンボ。さあ行くぜ。あーしまった。終わらせたくなかったのにコンボ。しまった。
よし、残り時間8秒。おいしょ、おいしい、これ来たでしょう。お願いします。ポケモンゲットタイム。8秒はでかいよ。 7% 7% か、それでもお願いします。お、来い、ピッ、お、やった早いよこんなに早くゲットできていいの？ありがとう、コバルオン。そんなに僕のとこに来たかったんだ。嬉しいな。はい、鋼タイプのね、攻撃力70、4つの力プラス。これは相当使えるね。これ今度3人みんなでね、ビクティニでがっちりね、あげようと思います。いや、思いのほか早くゲットできたな。一番苦戦したのはやっぱビリジオンですかね。ということで、今回の追加エキストラの聖剣士、全部ね、ゲットすることができました。それじゃあね、ダークライのレベル100、ちょっとね、頑張っていってみたいと思います。それじゃあよかったらね、次も見てください。ツチノコでした。500揃えとこう。いけ。よし、オッケー。これかけてみようか、これに。落ちてこい。よし。うわー、でっかいの来た。よし。来い。うわー、700また揃った。ここでね、ミュウツーまで揃ってくれたら嬉しいんだけど。これで。あー、来い。来い来い。あー、100コインがポコポコ揃いましたね。ということで、今日の週末ニャースは6100。結構700がね、何回か揃ったんだけど、連発のお邪魔っていうのがね、できない、そのニャースがお邪魔して3コンボっていうのがなかったので、多分ね、そんなにクリアコイン稼げなかったかなと思います。ということで6100でした。